一つ分かったことがある。俺ね、3時だと、今3時でしょ、3時10分か、5分か10分か。そしたら4時半まで寝るって行動を取るんですわ。ね。それで目覚めて、俺自分のしたいことも忘れてる。だからね、それの解決を、例えば4時半に今から寝てね、8時半までゆっくりしようって言うんですよ。本当に人間にそう思ったらゆっくりするわね。で、8時半寝て、8時半起きて腹減って飯食うて、ね、腹パンパンなんですよ。2時間寝る。そのまま、はい、9時になったら10時になったら眠たくなったら、映画見て、ヤフーニュース見て、はい、終わり、1日。それをずっと、生活を10年してもらったら。だから一つ対策としてね、俺思いつきました。今ピンと来て、だいぶ進化あったな。ベランダで、体を冷ますとかね、気を変える。そうするとさ、今言うた、例えば8時まで寝るっていうのはなくなるでしょ。それは誰かが言ってましたわ。気を変える、とにかく。そういう時にはちょっと外で出て空気を吸う、散歩をする、ね。本を開く。ちょっと他のことをする。そうすると前の、寝落ちスイッチ消えますわ。と思うんだけど、これは。だからこれも一応進歩ですよ。タクモ君はこの題名はだいぶ進歩、進歩、進歩。だから大変でしょ、以上。